はい、始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿してるので、チャンネル登録、高評価、お願いします、えー。今回の明細は、詳細な明細ではないんですけど、まあ、大手企業ということで、まあ、参考までに紹介します、えー。場所が群馬県で、会社名が株式会社スバル。えー、仕事が、えー、自動車製造の仕事で、正社員の8年目25歳。で、えー、仕事の内容が、車の骨格、骨格を作るライン作業です。 ロボットや人が溶接という鉄同士をくっつけて車の骨格を作ります。その後、塗装や塗装を行いシートやハンドルなどの部品を取り付けるという仕事内容で、で、必要な資格やスキルは特になし、仕事をしていく中で資格取得の機会があります。勤務時間が1日8時間、残業が0から1時間半、収入が月収34万、年収540万、 ボーナスが67万で。自動車製造をしたい家庭のアドバイスとしては、やる気と学ぶ姿勢が特に大事です。わからないことを理解するまで何度も聞くことです。で、給与明細で、基準内賃金で22万5800円。で、まあ、この賃金の詳細っていうのがちょっと紹介できないんですけど、 ま、残業とか夜勤手当など含めての総支給が34万2501円。そこから控除引かれて手取りが25万2275円ということです。えー、今回はスバルで働いている8年目の方の給与明細でした。まあ、高卒で26歳になる年の方のだと思います。で、まあ、20代中盤で手取り25万もらえる仕事ってのは 看護師とかはもらえるんですけど、まあなかなかないので、まあましてや高卒だと、まあ、自動車メーカーとか大手メーカーとかじゃないと無理なので、まあかなり頑張って入っていくには、頑張ってこの会社を目指すのはかなりいいのかなって思います。今回はこれで終わります。チャンネル登録・高評価お願いします。